これは何だったっけ、3位構成普通を木が 40K プラス木が 58K で攻めます。各駅停車駅数多いと思うんで駅のホームの前だけ取る感じですかね。40と58はどっちが強いんだろう、わからないな。これ消えすぎるという感じですね。駅前ちょっと下り勾配なんですけど出そうになるんで、60基地に合わせて惰性走行してると、ブレーキ間じゃなくて、60基地に惰性走行しているとどうなるかっていうと、あれですね、下り勾配で勝手にスピード上がってって減点になるかもしれないですね。5秒しかねえじゃん残り、余裕ねえな。おい、はい、まあいいや。さあスピード上がって帰ってきますね。残り20秒、まあ延着はないだろうけどね、普通にブレーキは効かないかも。あ、ブレーキは効くな、効くな、ブレーキ。おい、途中のコーナーで、あれですね、右側に作業員がいるので、700m 地点では、軽的な障害ですね、隠し軽的が多いんで、ここが、ポイントの、稼ぎどころということになると。でいうぐらいですか。待てよ、これ間に合わないんじゃない？で今、加速してもね、駅構内再加速で減点だし、残り20秒。13、ちょっと遅いね、このスピードは。やばい。いつブレーキしよう。60制限60きっちり合わせてブレーキング、出せそうとすると止まらない、スピードが上がっちゃってスピードになっちゃうと、速度障害になっちゃうということなんで、気をつけてくださいと。今回は 2,3 キロオーバーしました。よかった、星1で、あれ星3、4だったら一発で減点もらってましたね。止まりゃいいんです、止まりゃ。ここら辺はなんか2駅ぐらいですね、駅と駅の間が短いので、そんなに延着とかないのかな。あとさっきの駅もそうだったんですけど、最高速度、速度制限60入ってるんで、スピードオーバーで駅に着くことになるのかなとは思ってますね。で僕なんかだと60キロ出さなきゃいけないと思っちゃうと、ここで見せられちゃうと、出しちゃうんですけど、スピードは、まあそれは個人の方だと思うんですけど、出すんじゃないですかね、ここら辺は。という感じです。で、さっきの駅もそうだし、この駅もそうだけど、あんまりね、風景に違いがないんですね、こうやって走っていると。だから、初代では飛ばしたのかなとか思ってたんですけど、その行くか。大幅に勝ったじゃないですか、メモリーの問題もあるから。まもなく、花園です。っていう感じで。これは無事。花園停車。さあ残り25秒、時速1キロでぶつかればいいから。フルブレーキング、どうよ。 OK こういう感じね。満点じゃない？だから音いいよね、音ピピピって音。あ、気持ちいい。
以上、停車。どうだ、このスピード。これ30秒。先に停車しちゃうんじゃね。さあここでアヒルがなんかフィール、あ、開けないか、切り切り流しても、制限35、ここはオーバーしないで気をつけないとねっていう感じなんですけど、多分この結構先にある分岐点、線路の分岐点で35キロで走りましょうねっていうことなんで、今このスピードで走るときに間に合わないかもしれないです。ここですね、ここで多分制限が、やっぱり多分こっから駅構内再加速禁止ですよね、このホーム入ってからね。京都停車、自分の止まんないホームのところは加速しても OK なはず。この串音とは何なんでしょうね。感じですね、簡単だと思うのでね、適当に飛ばせれば OK という感じで、制限速度があるおかげでミスらないっていうのがありますよね。ハイスピードから一気にガーンとこう速度制限って言われるとこんなやろうってなるんですけど、低い速度から制限速度60って言われてもオーバーしようがないから、逆にその時間を守るいい目安になるっていうことですね。はい、ということで、低速域では制限速度はありがたい、高速域では制限速度はいらん。